全然持ってこないようにしてください。もし何か困ったことがあったら事前にあのメール等でお知らせいただければ対応策考えますけれども、ご協力いただければと思います。で、貴重品のことと集合時間、そうですね。で、明日なんですけれども、3時に集合していただいたら、まあ、あのリハーサルが始まって、で、夕飯が、出ます。で、夕飯の休憩を取っていただいて本番という形になりますので、またそのタイムスケジュール等はあのメールでご連絡しますけれども、何か事前にまた遅刻するよとか、何時にこういうことをしなければいけないみたいなのがあれば別途またメールでお話ししてください。はい、あと、すいません、今日すでになんかちょっとここを痛めてしまったとか、切っちゃったとかっていう方がもしいらっしゃれば今日のうちに、無事までご連絡ください。あの帰るときにお声掛けいただければと思います。はい、それでは、あ、指のテープ今日捨てちゃっていいです。明日また配ります。あ、実は棚に F とか貼ってあるのってお気づきになりました。各棚のチーム分けがなっているので、明日多分棚のチームごとに動いていただくことになると思うので、それも忘れないようにお願いします。はい、そんな感じです。じゃあ本当に解散にしましょう。あの今8時55分ですので、まあ、9時までに出れる方は出てほしいですね。お願いします。お疲れ様でした。